徳島支部の3743林です。お願いします。いやまあいいよくわからないです。結構見ますね。はい、やっぱりゴルフとか趣味なんで、はい、長いですけど上手にはならないですね。はい、まあ選手か、まあ家族のメンバーで行くかどちらかですね。はい、まあ今節来てる西野くんとか市宮くんとかはよく行きますね。市宮くんとかはやっぱり小さい時にやってるんで上手ですけどね、負けないようには頑張ってるつもりです。はいはい、はい、いや縁があるっていうことではないんですけど、まあここで1500勝やらせていただいたんですけど、その時の副賞をいただいた時がガマゴーリ2冠で、で今節もガマゴーリの2冠杯ですかね。ということで、まあみかんは縁があるっていうんではないですけど、みかんは好きですね。はい、徳島はやっぱりあれですね、やっぱり愛媛が近いんで、愛媛のみかんがやっぱりたくさん入ってきてると思うんですけどね。はい、徳島はやっぱりみかん系だったらすだちとかああいう風になるんで、やっぱり有名っていうほどまでではないんじゃないですかね。はい、本当ですか？本当ですか？もちろん副賞は狙っていきたいです。はい、まあそうですね、悪くはないけどもう一足欲しいですね、正直言うと。まあ優勝できるようにプロペラはしっかり今ちょっと調整してみたんですけどね。はい、まあそうですね、今年6回優勝してるんですけど、まあもう1回優勝して7回にしたいかなとは思ってますんでね。はい、精一杯走りたいです。あ、そうですね、はい、決めポーズなんてないですけどすごいとこ。それは合図してくれるんですか？あ、じゃあ僕合図出します。はい、そしたら勝ち釜って言いながらなんかポーズをお願いします。はい、勝ち釜、はい、こんな感じでいいですか？すいません、ありがとうございました。 T シャツいります？僕の2000勝 T シャツいります？あ、本当ですか？でも開けてくださいよ。はい、あるんですか？はい、じゃあちょっといただけるものならいただいて。はい、開けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。はい、2000勝の時の T シャツですね。はい、2000勝の時の T シャツです。ありがとうございます。なんかどんな方にもらってほしいとかあったりします？これ僕が言うんですか？いやまあ僕の数少ないファンの方がもらってくれたらありがたいですけど、はい、2000勝 T シャツなんで。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございました。